するしない？どうも、日向愛子です。今回は新企画麻雀の匠をお届けします。この企画は麻雀界のトッププレイヤーの思考を全て皆さんにお届けしようという新たな試みです。ルールはこちら。さあ、ついにオーラスになりました。もう私がやるべきことはただ一つ、三着をまくる。何点差？なんと9800点。98差、うん、つまりマッツモか、そう、直撃なら52からやな。5200以上、マンガン52。こちらがハイパイですね。ドラ3ワン。もうね、ちゃんたか本一しかないと思ったのに、だいつも嘘ですよ。ちゃんたなくなったね。本一も消えましたね。いや、だから、あ、やるってこと？そう、やっちゃおうかなと。じゃあ、さすがに漫画以外ね。それから安く上がってもちっちゃいラスにするって言っても本当あるんですよ。リーグ戦だと、ね、拠点回復がすごい大きな意味あるじゃないですか。ただ、まあ、これでね、一応、まだ第一打ですから、ちょっと狙ってみましょう。はい。ね、というわけで、つけちゃおうかな。ほう。こっちを。スーザーから。はい。トンからできればね、一つ着順上がれば20ポイントね。あ、そうそうそう、2万点なんで、ここで2000、4000は2万8000点分の価値があるってことですよね。そうですね。そう、お、2ピンが紡ぎられましたね。はい、うんうん、これね、一応並べる、なんとなく見えてきたぞ。そうですね。ね、偶数を溶かした。いいピン、つもぎり。はい、つもぎりました。欲しいね。2人何いいピンってなってますね。空想も手出し。はい、これはまず普通ですね。まあ、ちゃんとやろうとしたらね、こうなるっていうよくあるやつですよね。これは取っといた方がいいですよね。まあ、これ引いちゃったんで、ドラ引いちゃうと本一はきついか。一応、役役本一があるか。はい。でも、これ小さくちゃうかな、じゃあ。ないですもんね、まだね、これね。そう、もったいない。一応ね、一応、そうですよね、もうこうしといて、はい、やっぱりまだ漫画はね、ヤクヤクコインズとかね。でも候補はありますよ。次にね、こうスポットが引いちゃうと、あ、リーズもドラウラ狙いの方が良かったなってなるからね。とりあえずじゃあ、開花さん、E1 手出しですね。はい、自然ですよね、端の処理。そうそうそう、うん、なんだ、親利きとか来て絶望に襲われる可能性はありますよね。そうですね。まあまあ、自敗、そうそう、信じて生きていくしかない。そうそうそう、ね、今のところ。何が手出し。安牌ですね。そうですね。安牌手出ししてるってことは、もちろんね、2000点差のトップまで、多分2人ともそこそこ攻撃的に来ますよね。はい、進んできたってことですね。そう。で、親の方も、正直、下よりもね、上見るじゃないですか。多分ね。結局この局はまあまあみんな攻撃的に前に、出そうだなと。いや、これ親も脇に8000打っても3着なんですよね。そうそう、なので来そうで、これ一層は3色で残したいけど、1ピン3枚切れちゃったんで諦めます。いや、もういらないですかね。はい、お茶の方が安牌の後、白はつもぎり。はい、ちょっぱいの牌です。9ピンつもぎり。上のね、2人の点差がほんと近いですからね、うん、そうなんです。なので、まあ、正直言うと、みんな前に出て、しかもそこそこね、まっすぐってことは、マンツマはすごい難しいですね、場面的に。よりね、ね、難しくなっちゃうからね。一応もう1枚切るペイを。はい、切りました。でも頑張ってやるしかない。なんとなんと、統一同士ですね。まあね、多分、重なった時にはもう2枚切れてたんですよね。第1打、第1打ですもんね。まあ、それか、ドラなかったらもしかしたら2枚スルーした可能性もありますね。ドラを引き込んで2000点ならトップですけど、それ受けがないとかね。あ、ちょっと見えてきましたよ。はい、リーズも薬杯ドライスとかね、うんうん、あるんで、ありますね。自然にまずこれを切りましょう。はい、でもう一個薬杯来たら本一に行くかもしれないです ね。自分の関係のない、はい、自杯切りました。何手出しの後にチーワン、うんうん、うちに
出てくるんですね。そうですね。やっぱね、3から7の牌が出てくるってことは、そこそこまとまってそうだなと、はい。で、同じくローワンと。あちらもまとまってきたかなって感じですかね。うーん、マージャンって厳しい場面ばっかなんでね。トンの手出し。トンはション牌ですね。はい、あ、1枚切れか。1枚切れが出てくるということは、まだちょっとね、苦しそう。あのトンも重ねたかったのかなと。時間かかるかな。ね、でも次のトン、もし次のトンで出しとかあったら大変ですよね。結構次に1基礎ファーストはつなぎですね。三蔵が手出し、ローワンに続いて三蔵手出し。いや、トイメンの、まあそうですね、とりあえず三蔵の近くは持ってますよね。ファーストはつなぎですね。親は結構ワンズの下いろいろ切ってますね。はい、ドラの近くなんですけど。そうですね。どう思ってるんですかね。あ、今これローソー手出しでしたか。はい、手出し。バーソーつもりでしたよね。同じことか。うん、感知層とどっちしても払ってるってことは、まあまあ良さそうな感知層なんで、あ、ここが一番早いかもしれないな。なんか、俺以外みんな医者ってみたいな、あり得るな、これ。相当やばいね。今までのなんか雰囲気見てると、なんかね、ねえ、全然ありますよね。皆さん早い。本杯のチューンをいつも入れましたね。一応これポーンすると2000点のイーシャン点ですけど、ちょっと回復我慢しました。うん、まあ、2枚目をどうするかを考えておかなきゃダメですね。そうですね。でも今のままだったらきっと泣きませんよね。泣かないですね。で、白2枚切れでチューンが安牌なんで、いっちゃいましょう。はい、ここはね、これ払ってる時点で結構イーシャン点っぽいな。スピードは感じますか。そうで、ローワン三蔵出したトイメンもイーシャン点っぽいで、トンの後のこの数層はイーシャン点っぽいですね。やっぱりね、全部イーシャン点っぽいな、ここは。ね、え、こういう時に、あの、一応ルール的に、はい、親がテンパイって開けたり上がればもう一曲割れるじゃないですか。そこの意識は持つんですか。持つんですけど、はい、テンパイ脳天食らっちゃうとマンツもダメになっちゃうんですよ。そうですね。なので、親がテンパイって時にも自分もテンパイって開けれるようにしておきたいですよね。じゃあ進めるしかないの。そうなの。結局今って、はい、ここから補充しても補充しなくても今のところ4着なんで、多少リスクを負ってでもまずテンパイには向かなきゃダメです。ということで、ここで、まあ、正直、テンパイ入ってる可能性もありますけど、はい、何か切りますんで、ちょっとね、書店削られてもしょうがない、ね。一品が3枚切れなんで、はい、切ろうかな。はい。ああ、リーチ来た。はい。ここで来ました。これね、今完全にね、安全そのシャー切ってのリーチなんで、はい、これ、安面の可能性が高いかな。捨て早く強いですね。ね。両面両面の射手だったように見えますので、うん、まあ、そして一発目でチーピン出てきました。もちろんあそこもテンパイある。イーシャンテだとしてもチーピン切ります。なぜなら積もられてももうまくられる。俺らが打ってもまくられる。自分が打っても2着、うん、結局いった方が得ですよね。そうですね。全部合わせて、はい、一応イーシャンテになりましたね。なりましたね。苦しいけど言わないけど、うん、もうこれは行くしかないです、うん、初がどっちかここ以外にあってくれと願ってこうです、はい、お、泣かれもしない。あー、電波出たか。はい、さあ、ということで、うん、最後は1000点横移動で終了しました。しました。はい、ランラスです。さあ、ということで、はい、はんちゃん終了しました。はい、村上さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。プロの思考をすべて、はい、全部じゃないですか、ほぼ喋りましたよね、ご自身。いや、まだ多分できるところはいっぱいあったと思うんですけど、はい、まあ、こうやってみたら喋ってる間にちょっと見逃すみたいなのがあるんで、本来は頭の中だけでこうやってもうずっとジロジロ見てるんで、もうちょっと覚えてるかなと思いますけど、でも今回の方が考える時間は長いので、まあ、いつもよりも見えてる部分もあって、うん、なんか自分でもいい発見もできましたし、そうですね、まあ最初から最後まで、まあそこそこ集中して、ちゃんとできたかなと思ってます。はい。実際打っ
ってる時もあれだけの思考を、はい、もっと実際は速いじゃないですか、打つ。そうですよね。スピードが、はい、全員が。はい。まあ、時間のね、限りのある対局だってありますし。は、う、い、ん。で、中で、プロのトッププレイヤーが、はい、あれだけのことを考えて、場を読んで、はい、打ってるっていうのが、まず多分、今日初めて知った方も、そうかもしれないですよね。いらっしゃるかもしれない。やっぱ、ベタ折りしてる時とかに、なんか、やっぱ、こう、次ローピン出そうだなとかを、まあ、普段からやってるっていうことが伝わったので、展望ないですけど、まあ、これはこれでいい企画だったんじゃないかなと。まあ結果ね、私は、そうですね。ついてなかったですね。ていうか、ついてないっていう言葉に、なんかあんま使いたくないですけど、手が悪かったですね。手はまあ確かに悪かった、ね。ずっと悪かったですね。はい。やっと来たチャンス手で、ヤンペコ打ちましたね。はい。まあ、そうですね。まあ、そのぐらいですか。あんまり、あれはこうすればよかったなとか、あれは降りるべきだったなとかっていうのは、そんなないので、まあ、結構、すがすがしいというか、まあ、はい。自分が納得いってる。そうです、そうです。ってことが、まず一番、はい、まだいいことですよね。まあ、しかも納得いく理由を、ちゃんと話せたかなと思ってるので、だからこれで見えてない部分とか読めてない部分がいっぱいあって、ダメだったら大反省ですけど、まあ、割かし、思った通りの、手配と、思った通りの、報酬まだそういうの報酬とかしいか。あの、放送対局見てても、はい、あの、いろんな報酬のパターンってあるじゃないですか。はいはい。すごい納得のいってる報酬パターンと、はい。いや、これはこっちだった、こうだなって思うパターンの報酬もあるわけですよ。そうね。まあ、大体僕の場合は、だいぶ納得されてたってことですね。そうそうそう。じゃあもう、問題ないです。すがすがしいです、ね。僕の場合は、報酬するときは、その準備が悪いときが多いかな。前段階でね。だから、その、来るぞ来るぞと思ってて、はい、そしたらちゃんと対象、ね。こう、2件からこう来ても、ちゃんとしのげるような手配になってるのが僕の麻雀なんですけど、ダメな時はそこで、あれなんで俺こんなに安牌ないんだろうみたいなのがまずいですよね。その前までの準備ですね。そうそう、だから唯一上がれた曲は、むしろ降りようとしましたからね。あ、そうそう、闇点かもなと思って降りようとし、300、500円ね、そうそう。なんか逆に上がれちゃったけど、まあああいう曲は闇点の高いのに打つことはないってことが多分伝わったと思うんで、まあ、似たような場面があってもちゃんと降りれるよというのがね。うん。まあ分かってもらえれば、今回の5500点の価値が、ちょっと高まるかなと。そうですね。はい。はい。思います。はい。これ、麻雀、今、さらに強くなりたいって人に、はい。一つこう、分かりやすくアドバイスするなら、どんなことを伝えたいですか？まあ、いろんなスタイルがあると思うんですよ。やっぱりね、小林プロみたいに、もう1000点2000点でも泣いて拾いに行って強い人もいれば、鈴木太郎プロみたいにサンフローしてね、トンナンシャーペンみたいになってても強い人もいれば、大石さんみたいに、まあ、オーソドックスな、ちょっと守備型で強い方もいて、で、僕はリーチを重視してますけど、まあ、面前、ほぼ面前みたいな。まあ、麻雀でもまあ、なんとか勝つことができる。まあ、いろんなタイプの強い人がいるんですけど、大事なところはやっぱり、どんな人でも、ちゃんと相手の手配を読んでいて、それを中心に自分の組み立てをしていると。なので、まあ、まずはね、この自分の手配が大事なんですけど、まあそれを一歩ステップアップしたいと思えば、もうひたすら人の手配読みをする、練習をするのがやっぱ上達の近道かなと思います。そしたらこの動画を見れば、まあヒントは、激しく勉強になりますね。まあヒントはあると思いますよね。やっぱ序盤での切り順とかで持ってるブロックとかが分かったり、まあやっぱりね、逆切りだったり、さっきのあの変則手だったりとかっていう時に読みづらかったりってことも、まあもう基本なんですけど、そういうことが、一個ずつ分かっていけば、あ、この間、これ、そういえば村上さん言ってたやつや、みたいなことはいっぱいあると思うんでね。はい、そういうのどんどん積み重ねて、読みが深まっていけば、これ幸いです。はい。結構手配も少しずつ見えてくるようになるんじゃないでしょうか。うん、そうですね。まあ、少なくとも、これは持ってるなと、これは持ってないなとかっていうのは、意識すれば、あ、やっぱりな、みたいなのは多いと思いますけどね。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。はい。また今回、残念な結果でしたけど、はい、ぜひまたリベンジに。めちゃめちゃしたいですね。やっぱね。ぜひ来てください。はい、内容プラス結果も次出しに。ぜひ。呼んでください。お願いします。さあ、ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいですか？はい、よろしくお願いします。Twitter もフォローしてください。では皆さんさようなら。はい。第42期最高位の村上純です。今回番組をご覧くださった方々から2名様に
私が6年前かな、いらした、もうすでに絶版となっております、もうどこでも買うことができない貴重な僕の戦術書を、2名様にプレゼントしたいと思います。こんな感じでサインも書かせていただきました。ですね、コメント欄に、この村上の本が欲しいよとか、本くれとかコメントしてくだされば、そこは抽選で当たるということなので、ぜひぜひコメントをバンバンくださいね。はい、ちょっと今回は麻雀は結果はダメでしたが、まあそこそこ面白い番組だったと思います。また呼んでください。ありがとうございました。